信長を陥れるべく暗躍していた桃地三太夫だったが、そうと気づいた半蔵らによって正体を暴かれてしまう。やがて三太夫の本拠伊賀に織田の討伐軍が襲来。伊賀の兵力差は歴然であり、戦況は絶望的に見えた。にもかかわらず、悲壮感などかけらもない三太夫の前には、誰もが予想しえない助っ人の姿があった。伊賀大乱。織田の奴らが攻め寄せてきたが、裏で引っかき回してたのが全部バレちまったようだな。敵は相当な数の兵を引き連れてやがる。本気で俺たちを潰す気なんだろう。面白い。忍びの戦ってのは衆か適せずとはならねえのさ。それに頼もしい味方もいる。あまり私に期待されても困りますが。織田の連中は久秀が爆死したものと思ってる。戦場にあんたが現れたら腰を抜かすだろうぜ。恨み晴らさでおくべきかとでも言いながら出陣した方がよろしいか。そいつは妙案だ。化けて出たとなりゃ織田の連中伊賀から逃げ出すかもしれねえぞ。さてのんびりしてるとこの城まで囲まれちまう。そろそろ追っ始めるとするか。きっちり働いてやるよ。この伊賀を攻めたことを後悔する。者ども、まずは奪われた城を奪い返すぞ。丸山城の門をこじ開けるには宝禄隊が使えそうだ。奴らを城の近くまで連れて行くんだ。織田勢は私が生きているとは思っていない。そこにつけいらない手はないでしょう。この戦の勝敗は久秀の働き次第。奴がやられちまわないよう注意しねえ。やっちまえ。やむを得ぬ。開門せよ。開門。門が開いた。次は城を奪うぞ。敵に侵入を許すとは。だがこの城を奪われるわけにはいかぬ。帰り地でむせ返るぜ。ここは守りが堅いんだよな。敵の目を引きつけておいて中から開けるか。なんと見事な。こいつ手がつけられぬ。よし、敵の目は釘付けだ。その調子で暴れてやれ。ぼちぼち門が開く頃合いだな。開門。誰だ、勝手に門を開けたのは。後ろに気をつけろ。はい、そう。ネズミが紛れ込んでいやがる。そら、城を奪い返すぞ。天下無双の名は俺がいただこうか。忍びたちよ、私の指示通りに動くのですよ。
あの姿、もしや松永。しかし奴は死んだはずじゃ。いや、奴ら久秀の亡霊が現れたと思って慌てふためいているようだ。あんなのどうせ伊賀人の仕業だろ。俺が術を解いてやる。開門。未熟者が。配送。遊んでやるよ。上出来だ。もう一つの城も奪い返すぞ。やられちまった。出直すしかねえな。松永の亡霊に呪われるぞ。逃げろ。怯えて逃げ出したようですね。愉快愉快。水木がやられたか。この金はわしが返さねばなるまい。変化一心の道を阻む輩を許してはならない。この一戦で伊賀忍団を殲滅するのだ。私の亡霊はもう十分でしょう。動く気配がねえな。奴を引っ張り出せりゃ首を狙えるんだが。配送。信長、俺が怖くて出てこれねえのか。縮こまってねえで遊んでくれよ。三太夫が退屈しているようだ。皆で奴の相手をしてやれ。こいつらじゃ相手にならねえ。すぐに始末してやるよ。本拠を落とし勝負決めてやる。橿原城を狙ってきやがる。久秀が撃たれちまう。こうやる。三太夫も口先ばかりではないようだが、ここで油を売っているいとまがあるのか。軟弱な武士どもなんぞ伊賀人の敵じゃねえ。さすがの私もこれでは分が悪い。桃地殿、加勢を頼みます。この気配、半蔵が近くに潜んでやがるな。天下無双の名は俺がいただこうか。さっさと城を奪い返すぞ。力を及ばすか。帰り地でむせ返るぜ。はいと。城は奪い返せたようだな。織田の連中を痛めつけて追い出すだろう。長きにわたる因縁に決着をつける時だ。勝負せよ三太夫。ついてこれ。せめて同門の手で行く。嫌なこった。同門の手で行くのは遊んでやるよ。貴様だよ。敵将を討ち取ったり。わしの役目はここまでだ。これは見事なお手並み。帰り地でむせ返るぜ。すんじゃねえよ。障害は覗かねえとな。かなう相手ではなかったよ。助かりました。次の策に備えて傷を癒しておかなくては。
あとは信長の首を取るだけだ。者どもかかれ。これ以上伊賀勢の隙にさせてはならぬ。皆俺に続け。開門。この数を相手にこうも粘ると、さすがではあるが、我らも負けられぬ。信長様にご挨拶に伺わねば。さあ奇襲を仕掛けますよ。親父は俺が守る。遊んでやるよ。福徳、引くしかないようだ。よかろう。この信長の首が取れるか試してみるがいい。開門。勝利条件変更。のこのこ以外に現れたのに、俺の無様に死にやがれ信長。報酬にとらわれ無様に果てるのは貴様だ、桃地三太夫。敵将討ち取ったり。これで織田は退けたが、憎き武士がまだ一人残ってた。桃地、私を討とうというのか。やはりそなたとは相入れなかったようだな。できたぜ。避けてみろよ。遊んでやるよ。勝利条件変更。楽しめたか。敗北条件変更。伊賀に武士の道理は通らねえ。この先も永遠にな。天下無双の名は俺がいただこうか。勢い余って久秀まで討ち取っちまったが、やつにはまだ使い道があったかもしれねえな。面白い戦だったが、次に織田に攻めてこられたらもう伊賀にはいられねえだろう。そうなる前にこっちから仕掛けるか。使えそうな駒はまだいくらでもいる。忙しくなるぜ。武士の世をぶっ壊せるのはいつになるやら。まだまだ退屈しねえで済みそうだな。